フェラーリ・モンディアル8、フェラーリ・モンディアル3.2、フェラーリ・モンディアル T は、イタリアのスポーツカーメーカーフェラーリが生産した2プラス2のグランツーリスモである。モンディアルとは、世界、世界のという意味で、アルベルト・アスカリによる F1 ワールドチャンピオン獲得を記念して名付けられた、同社のレーシングカーである、500モンディアル以来の社名となる。208、 308GT4 の後継として1980年にモンディアル8が発売され、内外装やエンジンの搭載方向の変更など、様々な箇所を数回にわたり、マイナーチェンジしつつ、基本的に同じボディシャシー設計で1993年まで生産された。208、308GT4 と同じく同社の208、308GTB、 GTS の4座席版という位置づけであり、中央キャビン部のみが、後半モノコックで、サスペンションやパワートレーンを、前後のマルチチュブラーフレームが支える構成など、設計は共通化が図られている。また、定員が増えたことと、室内に荷物置き場がなくなったため、リアエンドに独立したトランクルームが追加されている。 アメリカ合衆国などへの輸出が主となるため、V 型8気筒エンジン搭載の 208-308GT4 や 208-308GTB-GTS に用意された排気量 2000cc 以上の車に対しての税率が高いイタリア国内向けの排気量 2000cc 以下のエンジンの設定はない。1980年のジュネーブモーターショーで発表された。 ベルトーネのデザインであった、それまでの208、308GT4 とは異なり、スタイリングは208、308GTB、GTS 同様、ピニンファリーナであり、ピニンファリーナの設立50周年を祝うモデルでもあった。308と共通の V 型8気筒エンジンと,とトランスミッションを使用した。1982年には、 308クアトロバルボーレに続き4バルブ化されてパワーアップしモンディアルクアトロバルボーレと命名されている。1983年にはアメリカ市場での各班を狙いブりオレが追加された。1985年に308がモデルチェンジしたのに伴い 328GTB GTS と共通のエンジンに変更された。 この結果運動性能が向上し、また同時に細部のマイナーチェンジも行われ、電装備を中心に信頼性も向上した。縦置きエンジンダッシュボードリアデザイン1989年に直後に発表される 348GTB と同じ排気量を拡大した3.4リットルエンジンが搭載されたが、最も大きな変更はエンジンとクラッチが 縦置きとなったことである。トランスミッションは従来通り横置きのままで、トランスバースを意味する T は付されたが、これは同社の F1 マシンである 312T にちなんだものでもある。エンジンを縦置きとした理由は、間もなく登場する両販スポーツモデルとなる348と同じエンジンの搭載と重量配分の改善による。 操縦安定性と運動性の向上にあった。モンディアルティは、この本命348のために用意された、新しいパワードライブトレーンのテストベッドという位置づけとして生まれ、その役割を十分に果たした。セミオートマチックまた、フェラーリの V 型8気筒モデルには、これまで、オートマチックトランスミッションの設定がなかったが、1989年シーズンに、 導入された、初めてにペダルのセミオートマチックを実践化した F1 マシン640のイメージに合わせ、また、市場の要求を受けたテストベッド的採用として、新たにバレオ製のバレオマチックと呼ばれるクラッチ操作のみを自動化した2ペダルのセミオートマチックが追加された。その後、F355GTB GTS や360モデナ、 575、m マラネッロなどに採用されていく、パドルシフト式の、フェラーリ F1 システムに比べ、完成度は高いものとは言えなかったが、高い先進性と信頼性を示して、フェラーリ F1 システムへのつなぎ役となった。バレオマチックは、後に、初代ルノートゥインゴ、イージーにも採用されている。外観外観は、フロント周りが、328GTB。 GTS やテスタロッサに近いフォグランプ内蔵の大型グリルに改変されたとともにバンパーがボディ同色のものとなった。またアルミホイールのデザインも 328GTB GTS に近いものに変更されたほか ABS がオプションで装備されたモデルはアルミホイールのデザインが若干異なる。1993年に生産が中止されたが ルカビ・モンテゼーモロの社長就任後のモデル戦略の見直しを受けて V 型8気筒エンジンをミッドシップに搭載した2プラス2モデルの後継者が作られることはなくなりその後は412の流れを組む V 型12気筒エンジンをフロントに積み1994年にデビューした 456GT GTA が2プラス2モデルを受け継いだなお V 型8気筒エンジンを搭載した2プラス2モデルは2008年にデビューしたカリフォルニアまで途絶えることになる。なお、カリフォルニアはミッドシップではなくフロントエンジンである。ありがとうございます。